どうもタブヤンです。ワールドサッカーウイニングイレブンテン、ついに決勝トーナメントまで来ました。今回からね、コンピューターの難易度を最高の5に変更します。1回戦の相手はアメリカ。さあ行きましょう。さあ中村俊輔は怪我で小野伸二、それ以外はねレギュラーメンバーでいきたいと思います。ボールはサントスが逆か、キープ力には評判のあるカジとサントス逆。そしてここは中田、マキ、今野、サントスと宮本カジが場所入れ替えてる。オッケーオッケーオッケー、田中からのボール、これあーやばいやばい、オッケーじゃない、全然ドドバンかなこれ、どうた中を見ている。あーこの位置からスローイン、大事にしていこう、一球が命取りだよ。さあ上げるか、おお危ない。さあアメリカ今日初めてのコーナーキック、怖いなこれ、真ん中入れクリアクリア、よし、ここはよく守りました。あーやばい、クリア、ここ激しいクリアできない、詰めろ詰めろ、よし、今野前に送って、これがさあ高原一人で行くか、キープか、一旦預けます。うん、エグッツ、さあ牧走れ、激しいチェックに行きます。ああかわされた、さあ日本危ないぞ、おおかわされた、打ってきた、なんだ今のシュート、それました面白いな、エラ・ジョーンズ、ホームラン打ったよ、自分で危ない危ない危ない、ね、何してんの、ああいったプレー狙われてた、脅威になる時もあるんですよね、一瞬のクリア、ちょっとディフェンスライン怖いね、パワフルですよ、マキ長いボール、アメリカ代表もやっぱり空中戦は強いね、足元回していこう、おおフィーダー、よーし、カジ来た、カジです、強引に行きます、おお頭で、よし、ちょっとこれ読まれましたね、ヒリヒリする試合ですね、やっぱり簡単にはいかないか、外へ開きます、前行かすな、ああ前行かすなよ、エグッツ、クリアクリア、おお日本としては川口の形でしたけどね、ここはキーパーがうまく止めます、中田秀、もう一回中田からのボール、ああ合わないな、日本よし取った、ああもったいない、いい攻め見ることができません、小野伸二焦ってる、ね、緊張してるのか、様子見てますよね、あまり待ちすぎるとやられちゃいますからね、そろそろ行ってもいいかもしれませんよね、行ってもいい、一気に来た、ああ向こうが来たぞ、探している、ああドフリー、よかった、エラ・ジョーンズフリーにしてもいいよアメリカクロスあいつは入りそうにないな、エラ・ジョーンズ攻めを見せてくれました、22歳 ね、あと少しだけ経験が足りないんじゃない、よかったんでしょうけどね、ああ届かないか、縦に出す、手元の時計では30分が過ぎようとしています、いいね、カジがボールを奪う、中田からのボール、さあここに出てきたぞ、えオフサイド、うーん笛が鳴っていました、マジちょっとポジショニングが鳴っています、どうだ予選の時の鋭さを見せてくれ、マキトラップできる、止めた、日本としてはまあしっかり守れてると言えるでしょうね、うまく落としました、危ない、胸で落として、カジから今野、放送席カビラさん、日本ベンチなんですけど球際を慎重にプレーしろという指示が入ってました、そうですか、マークされてるな、ありがとうございます、後ろへ、うー、通された、アイア通された、どうた、あ中澤抜かれた、さあシュートだ、あぶねー、いやーそれにしても北澤さん、はい、エラ・ジョーンズじゃない方はちょっと怖いよ、ね、積極的に行きましたよね、
おーっと取られた中澤。いいですね。ボランチにこう当てたいんだよね一旦ね。そして高原が外入ってるから小野です。あーサントスと合わないな。ないところへ流れた。おっとオリー、うん、今前半の40分です。ここで追い込んで取りたかったけどな。よし取った取った。小野からのボール、これは間狙われた。スリートップか。敵ツートップだよね今のところ。0対0。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、そうですね。おーナイスカッチ。日本としてはまあああいう守りができている。高原と牧で2人だけでファールとなりました。この位置から蹴るのは牧。あーリスタートが早い。ファーストスパークイックリスタート失敗。横へ運んでいきます。もったいない。ああサイドバック上がってきた。よーしナイスカット。タイミングいいですよね。いや硬い前半ですね。ここで前半戦が終了します。ワールドカップはやっぱり硬いな。さあ北澤さん今のところどうご覧になられますか。リーグ戦のようなね、良かっただけにね、華麗さはない ね、 入らなかったことでね。シュート1本イライラかもしれませんよね。もう一箇所があるのかなと思いますけどもね。ライン下がりすぎじゃない。これライン下がりすぎじゃない。さあ日本危ないぞ。おー危ない危ない。オフサイドか。危なかった今。たまたまですよオフサイド。ヘッドでの競り合い。これはきついね。ここは今野。点を入れる気がしないね。左へ出した。短くつなぎます。中田秀がここにいて。スペースに入れる。スルーパスは無理だね。サントス。マークサイド。おお。宮本。カジから。マキ。サントスマークされてるんだよ。よし取った。飛ばしましたね。はじいた。ヘディング。こぼれ球。ホイッスルです。ああファウルか。ファウルの判定厳しいね。いい攻撃だ。中央は硬い。お空いてる。マキ空いてる。あ今前に行ってほしかった。トラップがいまいちだったね。あー何してる。もったいねー。中田必要なチェック。プレッシャーを与えます。じゃあかわされた。さあしっかり守っていこう。守っていこう。おーどの番にかわされる。自分から倒れてない。今どの番まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたね。おお合わせてきたか。大きくそれました。宮本今日のキャプテンです。キャプテン宮本右に展開します。あれどうした。日本ちょっと動揺してるのか。エラジョーンズ積極的に行きます。中田よしサントス上がっていこう。競り合います。カットします。なんか無理やりだな。いいボール。ああ前棒前棒。高原は寄る。難なくキャッチしました。レイ中盤のプレイヤーです。ボディバランスいいね。敵は中央から上がっていく。また同じパターンだね。ドノバンがかわされる。ドノバンがかわしに来る。ポーツ誰か一人。中澤が釣らされた。ナイスカット。日本のディフェンスとしてはもう少しそこ取られたらダメだ。持ちたいところですよね。やばいフリー。よしよしよし。エラ・ジョーンズはフリーにしていいよ。エラ・ジョーンズはね外してくれるからね。ありがたいんだ。カジから。オッケーオッケー。小さく回します。あ、中田フリー。これチャンス。中田が寄っていく。これはファールの判定。この辺はね、やはりイエローじゃないのか。チャンスシーンです。あ、三浦アーツ。いいね。サントス。ここで。サントスお疲れ。さあ、日本。未だ0対0という状況で先に動きます。カジが体を入れる。おお、ダメか。クリアしたのはパスの出すとこなかったね、今。
旦後ろへ返します。逆サイド高原、三浦来た、三浦来た、三浦かわして、ここでホイッスルがありました。まあ守る側からすれば三浦じゃないのか、シチュエーションでしたからね。日本組み立てる、でかいなあ。ポーツ30分スパーティオ、よしナイスカット、今度さすが、さすが今度、あ、ここ足狭いとこ、ゴール前はどうか、おお、ファール、危ないところ、高原の個人技見せましたね。さあここからリスタート、ここだったら狙ってくるかもしれませんよ。そうだね、うまく蹴り込めば、かな、おお、ダメか、壁に当たった、プレッシャーをかけます。なんだ、ここは一人で余っていきます。今いいでしょうか。あ、はい、どうぞ。日本側ベンチなんですけど、慎重に慎重にと声が聞こえました。確実に行けということだと思いますね。確実にね。なるほど。また奪った。トレスナー。おお、一発できた。チューレ、誰？途中入ってきたん、途中で。競り合った。いい守りを見せました。よし、カウンター、カウンター。攻め上がったんですが、ここは二人で。おお、来た。え、どうだ、チャンスチャンスチャンス、オフサイドか惜しいな、ここですよね、ちょっと戻りかけてたんですけどね、完全にオフサイドだな。さあ、個人技で、無理か、日本まだ得点はなく0対0、なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、カット、あ、これオフサイドじゃない、オフサイドではない、そっからどうするかでしょうね。これ一人抜いて、おーし、来た、そしてシュート、わー、いいボールだ、ミュラツ、おお、おっと、これ旗上がってましたね、ここは旗が上がりました、あ、オフサイドか、くっそ頭で競り合います。お、マキフリー、おお、そうでもないな左へ出した、いやー、体強いなー、フォーメーションを変えてきてますよね、はい、3-4-3になってますね、ただ少し長い変わったかなとも感じるんですよね、実際ここまでと比べるとシュート減ってるように見えますからね。なるほど、でこいつフォワードになってるのか、フォーメーションがこうそうするのか、3-4-3できてるのか、こっちもチャンスだな、点の取り合いだ、この時間になりますよ、左へ出した、右にさばいて、三浦厚頑張れ、危ないぞ、ここでよーし、宮本ナイス、川口に戻します、川口に戻します、ここはよく守りました、おー、同点終了です、延長戦、さあ北澤さん、後半戦も含むここまでについて何かコメント、さあ勝負に出ますよ、やったことのない 3-4-3 3トップでいきましょう、そして中田秀アウトで、誰だ、中澤、大久保を入れました、ボールは三浦です、今野です、今野がゲームを作る、パスをつないでいく、カジ、右サイド空いてる、ボールは大久保です、プレスプレスプレス、前からプレス、前に出した、あー、競り負ける、後ろからチェック、デュー、あー、中澤空いた、さあシュートだ、カットカット、おー、嘘、クリアクリア、あっぶねー、中澤と今宮本がね、ショーインはアメリカ、どちらが先にゴールするか見合っちゃったね、あー、これは要注意ですね、ボールはゴール前、よし、マイボール、マーキーヘディング、ヘッドでつなぐ、よし、ここは叩きます、うん、激しいチェックに行きます、大久保空いてる、いい攻撃、あー、すごいスライディング、やるな、ボールを回して一度下げて、フォワードも追っかけて、一人で持っていく、すごい持ってくるやん、競り合った、ここで受ける、中には一人、よし、カット、あー、カットカット、あー、ダメか、さあ競っていく、大久保ここまで戻ってきたんだけど、
もう一度つないで、いこういうの危険ですよ。あー、ありました、ファウルでしょ。 OKOK、OK OK、もう15分か、早いな。競り合います。左へ回してオリー、いよーい、飛ぶ飛ばあーっと、ファールです。どっちのファール、カズかなり興奮しています。え、どっちのファールだよ。興奮してますね。あ、よかった。うわー、ワンチャンスだね、ワンチャンス。延長前半も折り返すことになりました。 いかがですか。そうですね、もうこの後すぐに試合始まってしまいますから、ここで両チームとも気持ち切り替えてほしいですよね。延長後半、エラ・ジョーンズはノーマークにしていた。さあ延長後半開始です。さらにここまで来て両者無得点、試合は延長後半を迎えています。前から行こう。大事なところ、ファールか。ここでホイッスルがありました。さあ、おお、シュート打ってきた。キーパー、おお、嘘。日本決められた。今のはちょっと川口のミスだよね。ここから始まったところ、アメリカ、何今の弾き方。嘘だ。さあ、ここで悲しんでいる暇はない日本、早く巻き返さねばなりません。パンチングでクリアしようぜ。時間ありませんか。諦めずに行こう。日本、いかがでしょう北澤さん。そうですね、ここで終わってしまうのか。ちょっと嫌な展開になってということでしょうかね。早くも攻守が変わっています。アメリカ、今度がボールを奪う、前に出した。さあ、もうボールはここまで来ています。いやー、マキちょっと手前に寄ってほしい。ここで奪います。よし、来た。あ、フリーフリー。あー、なんで。硬い守りだ。でもあそこ空いてるね。北澤から小野です。フォワードのとこ空いてるよ。カジ、よし、大久保。さあ、こっからだ。あー、守りが硬い。これから前を向こうというところだったんですが、突破できませんでした。レイ、やばい、キープ。お、チャンス、チャンス、取りで上がる。スペース、あー、なぜ決めきれない。あー、なぜボールを出す。マキー、根性見せろよ今の。大チャンスなのに。あとワンチャンスか。ヘッドでの競り合い。今度なぜそこ。いいプレッシャーだ。玉木は頑張るね。アメリカも。さあ、どうする。さあ、日本は。あ、時間使われてる。これは一番最悪だ。もうボール出さなかった。預けた。あー、完全に時間使われた。さあ、正面だ。そのまま、外れた。クロスを、早く早く、急いで急いで。シュートでしたね。こういった少ないパスでうまく持っていきましたよね。大久保、大久保、大久保からのボール。あー、なぜ。あー、上がりました。1対0、日本無念の1回戦敗退となりました。試合の感想をいただきたいと思うんですが、いかがでしたか。そうですね、最終回となってしまいました。日本決勝負けてしまいましたけどもね。ウィニング11-10、可能性を秘めたチームですから、次に期待したいですね。悔しいな。始まるまでの調子良さそうだったんですけれどもね。はい。さて、それではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。後半41分、これ惜しい。非常にいい形でシュートを打ってきました。そうですね、外れてしまったんですけど、キーパーの動きも切れてましたし、あれはいい反応してましたよ。さらにまた重要な場面があったんですが、延長後半の10分、牧、なかなかのシュートを見せてくれました。はい、ゴールには至らなかったんですけど、まあ、試合内容としても負けてましたね。攻守の切り替えも非常に早い場面だったと思いますよ。川口、これ以外は頑張ってくれてたけどな。日本敗れてしまいました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。画面のハイライトシーンをお届けしながらのお別れです。皆さん、またお会いしましょう。それでは次回のウイニングイレブンシリーズでまたお会いしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。